皆さんこんにちは、小場翔です。今回はですね、年内入試で併願型の総合型もしくは一般入試、こういったものにチャレンジするべきなのかということについてお話をしてみたいと思います。最近ではですね、年内入試がどんどん増えていまして、まあ総合型、あとはまあ学校推薦型、まあ指定校じゃない学校推薦型ですね、いわゆるこう旧公募型と呼ばれるようなもの、あとは一般入試だけれども年内に入試が行われるようなまあもの、そういったものもね、いくつか大学受験において増えてきています。で、特にですね、直近でニュースになっている話題になっているものとしては、東洋大学の試験が挙げられると思います。この動画でね、詳細を説明しても知っている方が多いと思うので細かくは言いませんし、この動画の前後のどこかのサブチャンネルでですね、扱っていると思いますので、東洋大学だけにターゲットを絞って話すことはしません。まあ、しかしながらですね、こういった併願ができる形での、入試っていうのを年内に受けておく、言ってしまえば合格を確保しておくことっていうのが、まあ、いいのか悪いのか、もしくはね、使うとしたらどういう風に使えばいいのか、これについてお話をしていきたいと思います。まず最初にですね、受けた方がいいか受けない方がいいかなんですが、まあ、ほぼほぼ8割ぐらいの方に関して言えば、僕は受けていいと思っています。これなんでかっていうことをいくつか説明させていただきます。まずそもそも行く気がないんなら受けない方がいいです。当然なんですけれども、例えばね、今回上がった東洋大学、こういったものに関して別にね、東洋行きたくないなって思う人はわざわざ受ける必要はないです。ですから、まあ、こういった方はね、まず除外されます。あとはですね、例えば指定校型を目指している方ですね、校内の評定平均で高いねものを取って、それって指定校で行こうって思ってる方は、まあ、ここをねわざわざ狙わなくてもいいし、まあ、あとはですね、評定平均とかを狙っているのであれば、それが武器になる入試制度があるわけですね。もちろんそれこそ東洋大にもそういったものありますけれども、まあ、いろんな大学においてこういった評定平均が武器になる旧公募型の推薦入試というものがあるので、それをね使った方が、まあ、武器があるわけですから、僕はいいんじゃないかと思います。まあ、もちろん別に受けちゃいけないというわけじゃないんですが、おそらくですけれども、まあ、東洋大をはじめ、まあ、直近ねこうやって話題になっているものっていうのは結構ですね、まあ、人気があるわけですよ。ですので、こういった人気があるということは難しくなる可能性がありますから、もともと推薦とか特に指定校型ですよね、そういったものを狙っていた方っていうのは、まあ、無理に受ける必要はないかなというふうに思いますね。ただそれ以外の方、まあ、別に東洋はもともと抑えで受ける気だったよとか、まあ、東洋じゃなくてもね、他にもこういうことやってる大学いくつでもあるんですけれども、そういうところにね、まあ、進むこと自体は別に大きな問題はないなとか、まあ、ちょっとそれはね、ゆくゆく後で考えたいから一旦合格はね確保しておきたいよ、まあ、つまりその進学意欲が五分五分とか、まあ、6、4の6ぐらいですよね、うん、そういう感じであれば僕はね受けておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。じゃあですね、さっき話した人気が出るだろうというね予測に関してなんですけれども、そもそもなんでこれが人気が出るかっていうと、先に合格を確保できるっていうメリットがあるということなんですよね。実際に一般入試の場合、おおよそ、まあ、1月の下旬ぐらいから、入試がスタートしていきます。まあ、厳密に言えばね、医学部なんかだと共通テスト終わった後結構すぐにねもうスタートしてしまうんですが、まあ、多くの方の場合だいたい2月のド頭もしくは、まあ、2月の、1週目ぐらいからですね、試験がどんどん始まっていって、2月の終わりにですね国公立試験があってですね、で、まあ、3月に国公立の合格発表があったり、場合によっては3月入試やあとは国立の後期入試、こういったものを受けていく流れになります。その中で当然なんですけれども、受けられる数に限界というものがあるわけですよね。それはいろんな観点があります。例えば当然入試を受けるのにもお金がかかります。それ以外にもね、地方からだと滞在費が必要だとか、例えばね4日間受けるのはいいけれども、じゃあね4泊や5泊するのかどうか、なんなら前後も泊まるって考えたらね、それ以上泊まらなきゃいけない、交通費もかかる、何度も東京とか大阪に出てくるってことでもお金がかかったりするわけです。なので予算的にまずねたくさん私立を受けるのが難しいっていう可能性が一つあります。で、あとはですね、二つ目ですね、当然同じ日に入試が被っていくんですよ。そうなると例えばこの日はどっちに行くみたいなのも正直ね受験戦略なんですよね。ただ東洋を先にねもう合格して確保してましたってなると、まあ、受けなくていいってことになるわけですよ。例えばですけれども、まあ、本当に極端な例ですよ。例えば総計をじゃあ2つぐらい受けましょう、で G マーチをじゃあ4つぐらい受けましょう、で6個ですよね、で日東コマ線を念のため2つぐらい受けましょうって人がいた時に、全部で8個受けることになるわけですよね。総計2つ、 G マーチ4つ、日東コマ線2つね、それ実際8個受けるって結構大変じゃないですか。けど東洋を年内入試で済ませておけば、じゃあ総計が2つ、ね、G マーチが4つで6個で済むよねと、日程がうまく合うのであれば、あとはね自分がちゃんとね学びたい勉強をねしたいと思えるような学部学科が選べるのであれば、例えばね総計3つ、 G マーチ5個っていう方もできますよね。同じ8回ね受験をする、体力的にも同じ分量をキープしながらそれだけ受けることもできるということになるわけです。そうなればやっぱりねチャレンジすればするほど受験ってまあ何でもかんでも受けるってわけじゃないんですが、一般的には合格率が上がると考えられますし、特にですね昨今の慶応とか早稲田はちょっとやっぱり難しいんですが、 G マーチのレベルですとやっぱりそれぞれの大学で傾向があるわけですよ。例えば立教であればね英検とか、青学であれば
共通テストを使ったりね、総合問題やるとかありますよね。そういったものをある程度ね、繰り返し受けていくことができたりとかするわけです。特に立教なんていうのは、全学部入試を何度も行う。まあ、厳密にはね、この学部はこの日はやらないよとかっていうのはあるんですけど、基本的には全学部入試を一定期間ね、ずっとやっていく形になりますので、まあ、なのでね、だったらもう立教ね、ガツンで受けてやろうとかね、英検準級持ってるから自分は武器があるみたいな方はね、そういうやり方もできる。なので、やっぱり受ければ受けるほど、今ってチャンスがある時代だと僕は思っています。特にね、Gマーチぐらいですね。なので、そういった観点で言うと、まあ、抑えを持っておいて、その上でですね、Gマーチをね、たくさん受けるとか、早計に力を入れていくとか、場合によってはね、国立を受ける人であれば、国立の対策に注力をしていく。そういう考え方も僕はね、ありなんじゃないかなって思うので、使うのはね、全然僕はいいと思います。ただし、注意点が2つあります。はい。まず1個目の注意点なんですが、僕が今入った話って、当然当たり前なんですよね。普通のことなんですよ。別にね、わざわざ YouTube で、ドヤ顔でね、僕が喋ることではないんですよ。じゃあなんでわざわざ言ってるか。つまりね、この注意点が言いたかったから言ってるんですよ。こういう入試って、当然人気になります。人気になると、例えばもしかするとね、普通に東洋大学を受けて受かるよりも、難しくなってしまうという可能性も、あります。当然ですけれども、受けることに関してリスクがないんで、それこそ一般入試よりも、こっちのね、年内入試に人が集まってしまう可能性があります。そうなると、ここを落としたってことになった場合、残念ながら、今年から始まる入試制度だったりとか、年内入試ってあんまりね、模試に起きるデータがたくさんなかったりするんですよ。そうすると、あれ、自分はこの大学に落ちたと。じゃあ、一般で受けるときには、もっと下から受けていかなきゃいけないよねってなってしまって、実はね、年明けの入試で、うまくバランスが組めないっていう可能性もあるわけですよね。実際もしね、年内に東洋とかの入試を受けて、もしダメだったよってなったら、まあ、東洋レベルの大学をもう一回ね、年明けに受けますけど、そこだけで大丈夫だって感じしますか？実際もうちょっと下まで受けておこうとか、もしくはね、まあ、大東亜帝国ぐらいまできちんとね、フォローしておこうって思う人がいてもおかしくないと僕は思うんですよね。ですので、受けること自体にリスクはないんだけれども、じゃあ年明けの入試と関連させずにちゃんと独立して考えないと危ないよってことだったり、あとはね、やっぱ人気が出るんで単純に難易度が上がる可能性があるよっていうことが一つ言えるんじゃないかなというふうに思います。これね、結構大きな注意点で、あ、なんとなくね、東洋だったら自分は安全圏にいる。なぜならね、本当にもう今、総計目指してね、Gマーチ目指して一生懸命やってるから、ね、今ね、東洋の過去問解いても受かるぜっていう人が受けに行ったとしても、もしかすると、ね、人気がめちゃくちゃ上がってしまって、で、その上でですね、取れなくなってしまうってこともあり得るんですよね。そこは注意が必要です。はい。で、さらに、ね、注意点の二つ目、こういった大学、いくつも今まであります。例えば実際にですね、まあ、似たような形式で言えば、関西系の大学だと、こういったね、受け方をすることができる大学っていうのはすでに存在してます。まあ、関東だとそんなに多くなかったんで、この東洋がかなり話題になってますけれども、まあ、関西では過去にもありました。かつね、例えば関東でもですね、神奈川大学なんかは年内に給付制入試なんかをやっていたりするので、まあ、もちろんね、日東駒線っていうブランドがある大学ではないんですけれども、実際に他の大学でもこういったものって行われていたんですよね。なので、まあ、今回ね、東洋は結構ニュースになってますけども、そこだけに注目せず、他の大学もチェックをしてほしいということなんですよね。で、個人的には、まあ、どちらにせよですね、年内で受けて確保して年明けに向かうっていうのは決して悪いことではないと思います。まあ、しかしながらそっちにばっかりね頭を使ってしまったりとか、その人気がある話題のところに引っ張られてなんとなく受験してそれこそ落ちてしまうってなると自信も失うし、下手したらですよ、普通に年明けの一般で普通に東洋受けた方が全然受かりやすいって可能性もあるわけですよ。ですので何でもかんでもこれ飛びつけばいいってわけじゃないということには注意をしてほしいなっていうふうに思います。まあ、特にねこれまでの過去問の積み重ねがなかったりとか、予備校側もデータの分析ができなかったりするので一概にね、これ絶対受かる受からないっていうのがやっぱり言えないのが初年度の怖いところなんですよね。ですから、そういった観点で他の大学にもちゃんと目を向けること、つまりこういう戦略を取りたいんだったら、他の大学でもね、こういった併願可能な、その年内入試ってものがありますので、そういうところにもね、ぜひチェックしてほしいなというふうに思っております。ですので、まあ総論ね、別にこういったものを受けるのは僕は悪くないと思いますが、ただね、ちゃんと情報収集をしながら受けていかないと危ないよってことですので、ぜひね、注意をしてください。まあ実際ね、このチャンネルでも情報提供をこれからしていくつもりですし、もしね、皆さんから、こういったところ、情報欲しいってものがあれば、ちょっと全部ね、リクエストに答えられるか分かりませんけれども、なるべくね、僕が持っている情報であれば皆さんにね、お渡ししたいなというふうに思っておりますので、ぜひね、動画にコメントいただければと思います。まあ、あとはですね、実際、個別指導塾キャストダイスでは、こういったね、まあ、併願の戦略ですね、そういったこととか、この大学ね、〇〇さんに、〇〇君にはおすすめなんじゃないのってことも含めてですね、定期的な面談とかも行っております。まあ、ただね、個別指導するだけじゃなくて、そういった受験戦略に関してもサポートしている塾ですので、もしね、まあ、今ね、それこそ高1とか高2、で、実際まだまだね、受験校を具体的に決めるのは先だけれども、いざとなった時にこういったことをね、すぐに相談したいよと、すぐにね、情報欲しいよっていう方に関しては、個別指導塾キャスタイスね、塾生の方募集しておりますので、ぜひお問い合わせください。では、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。